秋葉原があるからか。いや、カメラ小僧がいたなと。 ここから階段が古くなる。 あそこのバルコニー歩きたいよね。 これ見てみる。あれ、伊藤豊じゃん。伊藤豊な。うん。
これ確か伊藤とだよ。うん。そうね。まあ使いやすくはなさそうだね。まだあのノマドとか言ってる時の確か建物で、遊牧少女パオとかそういうのね。ここは台湾ブームが来てるのかな。なんだっけ、タピオカ、タピオカは一つの足がかりだった。そうか、あんま気にしたらハゲる。そうね。あ、そうなんだって。え、あ、本当だ。美味しそう。あんこ鍋食べたいの。そう。うん。そんなに惹かれない。あ、そう。あんこ鍋食べたいなーってずっと思って。そうね。すごかったね。うん、老舗だね。すごい。お高いんでしょ？え、本物。こういう詰められて。本当だ。あんこってこんなでかいの。うん。これ1人前3500円。あ、そんなに高くないんだね。うん、今度来よっか。うん。寒い時に行ったのに。そう。向こう、あっち違う店なの。あんこ鍋。なんて言うの。本当だ。テレビを撮ってる人たちを撮るという。煙。なんだろうね、これ。すごい、下町の親子って感じでした。もう完璧だね。さっきのそば屋だ。あ、本当だ、一周してきたんだね。
りあえず分かるか。